とすごいお腹のおっさんです。今回はですね、おっとっとですね、森永さんのおっとっと、これは有名ですね。子供の頃からあったおっとっと、なんと今ね、海の中にいるなんか生き物シリーズみたいで、その中に伝説というかレアものを探せということで、今回はこのおっとっと薄塩味で、ちょっとそこにこのケース一袋に入ってるかどうか、ちなみにカロリー113キロカロリーですけど、これを探してみたいと思います。海の友達ということで、ね、このお菓子の中にはイカやウニという形、マグロ、カニに、そしてまだフグ、カメ、エビ、タコ、マンボウ、なんだこれ、どれか、そして秘密の仲間、これですね、これ秘密の仲間ですよ。何これ、トトマル、イカリ、あーペンギン、クリオネ、クラゲ、潜水艦、そしてイルカ、そしてレア型、何でしょうねこれね、これがいるのかどうかですね。それも畑の仲間とかってもあるんですね、これね。トマト、かぼちゃ、ほうれん草、人参、エンドウ豆、ナス、カカシ、クワ、アヒル、あー、いろんなシリーズがあるんですね、これね、トビと。こっちにも畑の仲間のってあるそうです。それではこれから開けてやってみたいと思います。見てみます、開け口です ね、はい、おお、さあこれはこうやって一袋簡単に開くから ね、おお、こっちょっとさあ、あー、お量も多いな。こっち一個ずつ探してみるか。じゃあこれから行ってみます。で、出てきたらいいのがあったらここに並べていきたいと思います。半分の袋のうちね、これね、はい、開けてみたらまあこんな感じでしたね。これがね、ウニとかね、これがカメ、そしてこれがなんだ、うん、これわかんねえな、なんだこれ、これイルカか、なんかこんな感じ、これがイカで、うん、ありました、なんかいっぱいありまして、で、単発物がこれしか出ませんでしたね。はーい、で、レア物は出てこなかったっす、一つも。で、この辺のホオジロザメとかシーダーなんだこれ、なんかやってるけど、まあ全然その辺は出てきましたけど、レアのやつが出て、レアのね、レアもレアもこれですね、秘密の仲間、この辺は出てこなかったです。はい、残念でした。一番のまとめで、うん、はい、2つ目の袋もこんな感じでレア物は出ませんでした。まあ、夏の年ごとかその辺もありますけどね。はい、以上です。1ケース目出なかったんで、また再度2ケース目チャレンジですよ。2ケース目、はい、またやってみます。この袋目もやりましたけど、レアは出ませんでしたね。こんな感じですけど、やっぱね、これだけ見ても分かんないんですよね、なんかね、これ何なんですかね、これね、これが不明だと箱には書いてないんですよ、これ、なんか何かと何かで合併ついたのかな。で、レア物のやつ見たけど、それでもないんですよね。まあ一応こんな感じで、2ケースの計4袋、1ケースに2袋入ってるんで開けましたけど、まあ確認できたレア物はありませんでした。なおね、この作業すごいお腹のおっさん、頑張ってやりました、頑張って食べました、全部で2時間ぐらいかかってます。それじゃあ失礼いたします。